どうもー、たてちんチャンネルへようこそ。たてちんでございます。いやー、でっかくなっちゃった今日はね、前回、1000円自販機、こちらね行ってまいりましたよ。でね、今回はね、そこで当たった景品なんだけどね、これをちょっとね見ていきましょう。よし、あ、これ時計でございます。まずはね、これね、あるかな、あのね、このあれですよ、2時3時4時、これがなんかものすごい中途半端な、ね、感じでございますけどね、これね、よしね、これかっこいい時計でございます。よし、かっこいい。続いてこちらでございます。これなんだと、これ、じゃん、ゲームポーク、ゲームポークでございますよ。これね、ちょっとなんなんだろうね、見た目はね、なんかすごい。PSP とか PS ビータみたいな感じなんだけどこんな感じのやつです。はい、こんな感じのゲームです。これね、全くわかんない、ちっちゃい画面、ちっちゃいよ。俺消えちゃった。これわかんねえな、これ。あ、テトリスとかができるみたいですね、これ。こんな感じのゲームですね。これね、Amazon で調べたらね、なんかね、600円、500円ぐらいしかしないっていうなんかね、やつでした、これ。ゲームオーバーですね。はい、続いてこれ、こちらですよ。鼻毛カッターですからね、鼻毛カッター自体ね、ちょっと僕ね使うの怖くて、やっぱ電気なんで、あの初めてちょっと今回使います。では中開けてまいりましょう。気になるならば持ち歩け鼻毛カッター。鏡を見たらまずチェック、鼻、耳、両方に使用 OK。 耳に使用するんですか。じゃあね、実際これね、開けていきましょう。中身ご紹介しましょう。こちら、説明書、そして鼻毛カッター、それからね、それをつなぐキャップと、あとね、こうブラシみたいなのがついてるんだよね。こんな感じになりました。これね、スイッチ入れます。聞こえますかね、この音、中で回転してます。これで炭酸電池1本入れるということになります。じゃあちょっとやってみますか。怖いなぁ。じゃあ行ってみます。行け。あ、なんか枯れてる枯れてる枯れてる。うわ、なんか鉄の匂いがする、すごい。うわ、なんだこれ。うわ、くせくせよ、熱い、ここのとこが、すごいすごい。痛かない？なんか痛いような気がするんじゃない。むずむずする、すごい。ちょっと耳やってみましょう。怖いな。耳毛ってわかんないですかね。まあ、生えてるんだろうかね。はい。もみあげいっちゃいました。っていう鼻毛カッターです。ということでね、今回はね、鼻毛カッターとね、こちら時計、あとね、こちらのゲームポーク、
こちらがね当たったわけですけどもね、いやーなんかね本当もう外れだろこれね、本当にもうなかなか鼻毛カットとか結構まあ今使ってすごかったんだけど、うん、ぜひね次第2回はね絶対 3DS か PSB だ当ててやるってことでね、タテジンチャンネルまた意外にやみつきになっちゃいそうです。この動画が良かった方はチャンネル登録グッドボタンお願いします。